クノオピクスのブートメッセージを表示している仮想コンソール仮想コンソールとはコンピュータのユーザーインターフェースにおいてキーボードとディスプレイの概念的な組み合わせであるユニックスワイヤやリナックスや BSD などいくつかのオペレーティングシステムの機能でありコンピュータのシステムコンソールは独立した複数の仮想コンソールを切り替えることができる 仮想コンソールは1980年代のゼニックスには存在した。通常、リナックスの場合、最初の6つの仮想コンソールがユニックスシェルへのログインプロンプトが表示されたテキストターミナルである。X ウィンドウシステムは7番目から始まる。リナックスにおいて、ALT ファンクションキーで切り替えることができる。ALT 左カーソルキーで 前の仮想コンソールに移動し、alt 右カーソルキーで次の仮想コンソールへ移動できる。x ウィンドウシステムからの切り替えは ctrlalt ファンクションキーで行える。ほとんどのアプリケーションが x ウィンドウシステムなどのグラフィカルフレームワーク上で動き、それぞれのプログラムがウィンドウを持っていて、テキストモードのアプリケーションは端末エミュレータのウィンドウで動く現在。 仮想コンソールの必要性は減っている。ユーザーの簡易切り替えや異なる X サーバーでの X アプリのデバッグなど複数の X ウィンドウシステムのログインセッションが同時に並行して動く必要がある場合、通常はそれぞれの X セッションは異なる仮想コンソールで動く。GNU スクリーンは一つのテキストログインの中で複数のテキストモードのアプリケーションを動かし、 それらを切り替えられるようにするプログラムである。トラステッドパスメカニズムフォーバーチュアルターミナルインバイレンメンツ freepatentsonline.com 2008年4月9日閲覧米国特許494万5468はゼニックスをこの分野の先駆者としているありがとうございます